高慶運は大韓民国中西南道論山市にある行政区域。李氏朝鮮時代には近郊の加工都市として栄え、朝鮮三大市場の一つに数えられた。現在も警察署や裁判所支所などの重要な地方公共機関が置かれている。人口は1万1682人、面積は4 8トルに、近郊が支流、 公景川と合流し、神道を南から西へと変える地点にある。誘中心部は近郊東岸にあるが、西岸にも有域がある。周辺に広がる平野部は国葬地帯として知られている。誘中心部には運河が走っており、往年の栄画を忍ばせている。東と北は近郊支流の公景川を隔てて、論散死災運命に接する。南は全田北道。 増山市西は中世南道付与軍である、旧関一銀行後継支店、登録文化財第324号旧高経労働組合事務所、登録文化財第323号後継は、高麗時代から李氏朝鮮時代にかけて市場として繁栄し、宴会部からは海産物が、内陸部からは穀物が集まった、王朝時代には、 周辺一帯の穀物取引の中心で、平壌テグと並ぶ、朝鮮三大市場の一つと歌われた。19世紀末には、銀行が支店を構え、日本人外も築かれた。1899年、金庫川口部に、軍産が開港し、米の積み出し港として発達するようになると、後継は、穀物市場の中心としての地位を奪われた。しかし、 軍山と内陸部を結ぶ近郊水運の拠点としては、栄え、1930年の優勢志向によって、いち早く昇格した町の一つであった。第二次世界大戦後、貿易港としての軍山が衰退するに伴い、後継も水運の拠点としては衰退した。しかし現在もロン山警察署、大田地方法院ロン山支院。 大田地方検察庁論産市長が置かれており、地域の行政の中心として機能している。かつての繁栄を物語る建築物として、日本家屋やレンガ造りの銀行支店跡などが残されている。チョッカルが後継の名物として知られている。これは、かつて海産物の集産地であった名残である。ありがとうございます。